こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの話です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ウーリンパの失敗しない方法をやってみました。はい。まず失敗しちゃう人は、あの根元の方で結んでしまって、形がこう変になっちゃったり、分け目がこうがっつり見えちゃったりとかするんですけど、ある方法をするだけで失敗しなくなるので、別にそれ隠すことないと思うんですけど、あの緩めに結ぶと、緩めっていうかたるまして結ぶと失敗してないんだね。そうなんです。それを隠さなくていいです。今からだって教える、あの、ね、やってもらうわけなんで。はい。なのでちょっとあるあのポイントを、ある。すいません。ポイントを一つ掴むだけでもう失敗しなくなるので、ぜひこれを見て。参考にしてもらえたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。皆さん分かりましたかね。まあクルリンパが綺麗に形が良くなる方法を美咲さんやってるので、はい、参考にしてみてください。はい、はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、それでは動画スタート。リレイのオイルをつけていきます。オイルを手になじませて、毛先中心にしっかりとつけていきます。毛先がしっかりついたら表面もしっかりとつけていきます。トップから丸くなるように、このくらいの量になれば OK です。根元付近で結ばずに少したるませた状態で結んでいきます。真ん中で空洞を開けてくるりんぱしていきます。ゴムの部分を持ち、真ん中の空洞を隠すようなイメージでほぐしていきます。耳上の髪の毛を斜めに取り分けていきます。ゴムの上に髪の毛が重なるように結んでいきます。くるりんぱしていきます。ゴムの部分を押さえて3箇所ほぐしていきます。顔周り一線の髪の毛を下ろして、耳前の髪の毛を全て後ろにまとめていきます。これもゴムの上に重なるように結んでくるりんぱしていきます。ゴムの部分を持ち、くるりんぱの部分をほぐしていきます。ほぐしたらヘアアクセをゴムを隠すようにつけていきます。いつもくるりんぱで分け目が見えちゃったり形が変になってしまう方、ぜひこの方法でやってみてください。Thank you.